皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作よきチャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、まあシンプルにこちら、ペヤングのソース焼きそば、はい、超大盛りを食べていこうと思うんですが、まあただ単に食べるだけでは何のネタにもならないんで、まあ、最近巷ではですね、焼きペヤングメーカーなる商品が、クラウドファンディングによって開発されまして、要はまあペヤングソース焼きそばの、このカップの焼きそばの専用の、ホットプレートなんですけれども、そういったまあカップ焼きそばって、まあ、焼いてないだろうっていう、まあ、消費者の、まあ、そういった疑問に答える形で、開発されたものなんでしょうけれども、そちらはですね、まあ、3月以降 おそらく2500円くらいで、市販されるんじゃないかなとは思いますけれども、まあ、言うて、普通のホットプレートでしょと、まあ、一応このペヤングを焼くために専用のセッティングはされてるんでしょうが、まあ言うて、普通のホットプレートのちょっとまあ延長線でしょということで、今回使うのはですね、はい、こちらです。はい、非常に使い込まれた感じのする中古のホットプレートなんですけれども、一応ここにペヤングのロゴは入ってますが、ご覧のようにペヤングアンオフィシャル、まあ、非公式です。はい、まあペヤングのその焼きペヤングメーカーっていうのは、ご覧の通り、ボディが白なんですけれども、まあ自分の持ってるやつはまあ500円で買った中古品なので、ボディは赤です。はい、まあサイズ的にはほぼ一緒なので、まあこう超大盛りがちょうど乗っかるくらいの、まあいわゆるこの公式の焼きペヤングメーカーと、まあサイズ的にはほぼ一緒で、これボディの形状もねほぼ同じだし、こうスイッチの形もまあほぼ一緒なんで、まあほぼほぼこれのまんまなんじゃないのっていう感じはするんですけど、ただあの出力というかね、それがこちら 700W なんですけど、こちらの公式は 750W と若干こう出力が高くて、高い温度が出るという感じになってるんですね。で、普通のホットプレートだとちょっとベチャっとした出来上がりになるそうなんですけど、まあ、こちらの、公式の方であればね、そういうことはなく、このペヤングソース焼きそばのカップ麺を美味しくいただくことができるということですね。まあぐだぐだ喋っててもしょうがないんで、とりあえず作っていきましょうか。はい、まあ一応作り方はこちらの本家に習って、作っていきたいと思います。まずはですね、こちらのホットプレートに水を 300ml 張ります。はい、一応カップ、軽量カップをできましたので、これにまず 300ml の水を張ります。とりあえず200と、それから100を足して、まあ完全にそのカップ焼きそばで、まあ、普通に作るわけではないんで、水はちょっと少なめにしないとこうベチャっとした仕上がりになっちゃうようなんで、水は少なめの 300ml と、この超重いの場合ですね。でこれで、スイッチを入れます。よっと、スイッチを入れます。で、まずはこの水が沸騰するのを待ちます。はい、そろそろいい感じですかね。お湯が沸いてきたんで、麺と火薬を入れていきます。
まあ、通常はですねこのセンバーで剥がすっていうところしか剥がしませんけど、はい、一気に剥がしちゃいますよと、はい、で、ここにめん入れまして、それから火薬も一緒に入れます。でこれで、麺の下半分がしんなりしてきたら、これをこうひっくり返してそれぞれですね。あ、でももういい感じかな、もうちょっとかな。このひっくり返すタイミングがちょっと遅くなっちゃうと、ちょっとあの麺の硬い部分が残っちゃうそうなんで、タイミングが命なんですけど、まあ、下半分がしんなりしてきたらってことなんで、もういい感じですかね。はい、これをよっこらひっくり返します。よっと、ほ、あとはね、水分が飛ぶまで、この麺を炒めていく感じです。適に麺をほぐしながらですね、ちょっとこのホットプレートは熱の伝わりが均一じゃないのかな、ちょっとこっち側がちょっと弱い感じがしますけどね。大丈夫でしょうか、あるいはちょっと傾いてるのかな、これちょっとこの下のテーブルが傾いている可能性があります。実際の焼きペヤングメーカーのホットプレートのこのプレートの表面はですね、一応ダブルフッ素コートという感じになっているので焦げ付かないということなんですけど、まあこのホットプレートはちょっと使い込まれたせいか、だいぶ今の時点で焦げ付いちゃってますけどね。これ後で洗うのは結構大変な感じなんじゃないでしょうか。はい、だいぶ麺もほぐれてきまして、いい感じになってきたんじゃないでしょうか。麺もだいぶほぐれてますね。だいぶ焦げ付いてますですけど、まあ、焼きそばらしいちょっとだけまあ香ばしい感じがしてきてます。またソースかけてませんけどね。そろそろいい感じだと思うんで、スイッチ、切ってみたいと思います。はい、スイッチを切ります。はい、スイッチ切りましたらソースをかけていきます。あとはソースに絡めて、
まあ、確かにですね、ちょっとこうべちゃっとした感じがするんですが、まあ、その時はですねもう一回こうスイッチを入れてさらに水分飛ばす感じで焼いていけばいいんではないかなと思います。で最後に、ふりかけとスパイスをかけます。ピリピリーと、というわけで完成です。はい、というわけで超大盛りの焼きペヤングできました。まあちょっと焼きすぎて、まあ、焦げが結構ついてるんですけど、まあそれも、非常に香ばしい香りがしてて、まあそれはそれで美味しいんじゃないかなと思います。でまあ普通に超大盛り作った時よりもこう全体の色がこう濃くなってるのが分かるかなって、まあ比較するものがないとちょっと分かりづらいかと思うんですけど、あの実際にその普通に作ったものよりは濃い色になってますね、これね。はい、まあ何度も言うようですけど、非常にこう香ばしい、こう確かにこう焼いた焼きそばの香ばしい香りがしてます。はい、あとはまあこちら美味しくいただきたいと思います。で、まあ公式の焼きペヤングメーカーはまあ近々もう発売されてるのかな、まあ近いうちに市販はされると思うので、よろしかったらまあ検索するなりして、探してみてください。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。